こんにちは。こんにちは。この度重大発表があります。何ですか？サブチャンネルを作ります。おお作りすぎやろいくつできてますか今？釣り岡やろ、まずメイン、ゲームやろ、はい、料理、料理ちゃんとしたサブ的チャンネルにしようと思ってね。いや、なんかさ、坊主動画いっぱいあるやん。坊主じゃなくてもさ、はい、最近で言うとうなぎ狙いに行ったけど、何々が釣れた的な、はい、でも動画にしたいけど、なんか嫌やん。あと昔は結構いろんなさ、釣り岡でゲームあげたり、バドミントンしたり、うんうんうん、サッカーしたりとかやってたけど、うん、なんかこんなにチャンネルが大きくなると、うん、すごい言ってやってください。やんややんや言う人がまあ釣り動画じゃないのかよと、手抜きするなと。でもね、実際8時にずっと今まで通りを動画を上げて、6時をサブ的要因の動画、そうですね、紹介だったりさ、バドミントンサッカー、あと雷魚が挟まった、あれ面白いやん。でもあれ上げたいけど、あれアップしたら結構さ、手抜きって言われちゃったりする字幕つけろとか言って、俺らの中で6時にアップしてる動画がサブちゃん扱いだったけど、それをもう新しくチャンネル作ろうかな。で、バス釣りとか行ってもさ、小バスがいっぱい釣れて終わる日とかいっぱいあるやん、でも小バスぐらいでなんかさ、動画にしたくないやん。そういうさ、なんか力の抜けたような動画を作って今までボツになるようなやつ。そう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 、最近で言うならさ、ウーム社長にゴルフ誘われたから、ゴルフ練習行こうぜって、はい、こうみんなでゴルフ練習行って動画撮ったりしてって、うん、昔だったらさ、よし釣りよか6時ぐらいにあげようぜって言ってたけど、そんな空気でもなくなってきたからそういうのとか、あとバドミントン対決とかもさ、ね、アップしたいんだけど、ふわっとした動画、ふわっとした、もう編集もあんましないようなあと旅とか遠征とか行った途中に面白いことが起きてさ、これもなんか使えそうだな、使えそうだなって見せたいなと思っても、そうやすやすと上げさせてもらえないな空気が出てきちゃったから、もうそれならもう一個ね、本来の目的のサブチャンネル、だってさ、アップしたくて泣く泣くボツにした動画大量にあるやん、めっちゃある、ね、いっぱいあるもんね。多分ね、ちゃんとできた動画よりも多いよね、ボツになった動画の方が。今まで2年間ぐらいやってきて、だからそういうのを上げていこうかなって。でも俺ら結構さ、家みんなで住んでるからさ、自炊とかしてるから、そんな自炊シーンとかでもいいしさ。今日のご飯みたいな。うん、今日のご飯、まあパスタ茹でるだけだけど。あとなんかあるかな。俺たまにおつまみとかも作る。あ、そっかそっか。あと徳ちゃんがスケボー行きたいって言ったりとかさ、ね、あとポケバイ買ってみんなでレースしようとか、そういうのも動画にしたりね。まあそんな感じの、はい、今までだから6時動画がなくなります。いつも週末、金土日って6時と8時に上げてたけど、金土日6時に、まあ上げることもあるかもしれないけど、まあ基本そういうのはサブチャンネル行きみたいな。たださ、俺あの山菜採りとかクワガタ採りとか、 ああいうのはメインで上げてるわけだから、メインチャンネルが釣りだけになるわけじゃない、クワガタ採り行ってなんか、まあ、必死に採って、あ、まあ、面白くないなと思ったらサブめっちゃ大きいの採れてワイワイ盛り上がったらメインに行くし俺が振り分けるだけ、ただ別に、なんか2軍1軍みたいな。そうそうそう、そうだから釣り岡の動画にはもう釣りしか上がんないってわけでもない、今現にタケノコ掘りした動画編集してる、メインに上げる予定だから。タイトルなんかまた考えよう。サブヨカ、サブヨカ、いや何しようかな。タイトル釣りヨカハウスにしようか。あーね、釣りヨカハウスで決定です。行きましょう。はい、じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。バーイバーイバーイ、はい、バイ、やってバイ、手はしないでいいよ、見えない。あ、いい動画視聴ありがとうございました。次のおすすめ動画はこちらになっております。今携帯スマホでもクリックすると見れますよ、はい、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。